どうも、ヤドです。今回もですね、将棋ボー実況やっていきたいと思います。さあ、お相手どんな方でしょうかというところなんですけども。さあ、お相手初段の方ですね、角交換振り飛車が得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、今日も今日楽しく将棋ボー実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、お相手の戦型ですけれども、居飛車ということですね。さあ、普通の居飛車で3連勝中、なんか調子良さそうですけども、お相手がね。お相手が3連勝中。まあ、ちょっと許せないですね。調子がいい、相手っていうのはね、基本的に、まあ、許しがたいというか、嫉妬が隠せないというか、まあそういうところはあったりするんですけども、で、棒銀やってきてるんで、ちょっと稲庭学校行って、まあ受けておいてですね、で、これで銀繰り出していって、銀繰り出してクリニックで、で、これで2四歩の歩突きした時に、何がいいかって、銀交換した時に角で王手ができるんですよね。これがちょっと嬉しいっていう。で、王様逃げるんですけど、ここに一回歩でも打っておいて、まあ、金で取ってきたら角捨てていくっていう感じなんですけど、これはもう角交換ですね。角交換万歳。で、これと金作っていけるんで、こちら良しじゃないかというふうに、思われますが、どうかなっていう感じか。まあ、これで一回歩でも打たれて、まあ、牽制されるんですけど、ここに角打ちがあるね。はい、そこに歩打ってくる。まあ、これ香車取っておくか、どうするか、という感じなんですけど、一回銀上がっておくのか、まあ、銀上がっておいた方がいいかな。うん。銀上がっておきましょう。で、これ、角打ちの隙をね、一回消しておくっていう、考え方ですね。さあ、こっから、まあ、この辺に銀打っていって、歩取っていってもいいし、まあ、この香車、もらっていってもいいんですが、これは銀が、もしかしたら、そうですね、突っ込んでくるパターンですね。突っ込んでくるパターンなので、まあ、相手もね、相手としてはちょっと持ち駒を増やしておきたいという、そういう感じなんでしょうか。というところなんですけど、飛車の引きどころによっては、角打ちとかもね、ちょっと考えていきたいっていう気がしております。まあでもこれは竜作られるんですけど、竜作られて別に問題ないんで、はい、これで銀打っていって、はい、これで銀打っていけば、はい、これで最終的にこの竜何もできないので、ここに角打って、まあ竜を仕留めるという感じですね。はい、これでもう一回角打って。さあ、これで、ちょっとこっちがまた良くなってるんじゃないかと思いたいんだけど、どうするこれ。銀で取っていって、で、ここに歩打たれてとかがあるから、一回歩打つのか、まあ、攻めに転じるのかみたいな感じですよね。とりあえず一回歩打っておきますか。嫌だからね、ここに歩打たれるのが。まあ、強者に対して、まあ、桂馬でも打っておいて。はい。これはちょっとミスりましたね。これちょっとミスっていってます。ミスっていってるけど、まあ、これ桂馬取られて、これ角成りで王手銀取りになるから、それはよく悪くないっていう気はしてる。気はしているが、叩きの歩で、これはもう、馬切っていくにつきますね。これで飛車入っていって、はい。で、竜入っていって、さあ、これで、王手していって、金打たれてみたいな、これもう、詰みが見えるんじゃないですか？詰みまだ見えない。ここに金打ちかな？ここに金打ちして、はい。で、これ、と金作っていって、これがほぼ詰めろ。これが詰めろです。はい。こっからは、あとは、わかるよね、みたいな。あとはわかりますよね、みたいな感じだと思うんだよな。まあ、ここに金打たれても、と金で角取っていけばいいし、王様先に逃げられても、別にそれは、大丈夫ですね。はい。それは、一回と金で取っていって、これで金打って、はい。で、と金で、ブルドーザーしていけば、無事にという感じだと思うんですが、残念ながらこの桂馬がね、この桂馬がネックになってるんで、効果、角打ちがありますね。はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。再生ありがとうございました。お疲れ様でした。どうも、ヤドです。今回もですね、将棋ボー実況やっていきたいと思います。さあ、お相手が、初段の方ですね、向かい飛車がお得意の方ということでやっていきたいと思います。
さあ今日楽しく将棋を実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。お相手四間飛車ですね。お相手の戦型が四間飛車ということで、やっていこうと思うんですけれども、まあこちらとしてはですね、まず、第一にエフェクト出していきたいですね。棒銀、棒銀、はい、棒銀エフェクトのなんかタイミングちょっと遅れてましたけど、さあこれで、王様寄っておいて、角引いて取り差しまで行きましょう。取り差し、取り差し、はい、エフェクトのなんかエフェクトの音声は、ちゃんとしたタイミングで出てくるんですけど、映像が出てくるのはちょっと遅いっていうね。はい、まあなんかそういう感じなんですけど、とりあえずここ歩打っておいて、で一回銀引いておいて、で銀立ってこの歩を支えていくっていうプランなんですが、で角が出てくるっていうことだと思うので、あらかじめ歩ついておくのか、まあでもこれ一回はここ歩突かれてっていうのが嫌なんだよね。角出てきて歩突かれてっていうのが嫌なんだよね。一回だから歩ついておくか先に。で角が出てきたら2四歩、かましていきます。歩ついてきた、あ、角出てきたら2四歩桂馬、なるほど。これ王様一回寄っておいて、とりあえず一回囲っておきましょう。まあ、囲っておいて悪いことないからね。はい、これで金上がっておいて、はい、で2分30秒、どうしようかな。これで桂馬跳ねておきますか。桂馬跳ねていって、で歩ついていって、で銀上がっていきますか。はい、これで銀上がっていって、さあお相手も結構慎重ですね。慎重にやってらっしゃってるので、まあなかなか打開が難しそうだなという印象があるんですけど、こっちで取るかこっちで取るか、まあこっちで取るかな。桂馬の頭に歩とか打たれたくない、打たれたくないからね。打たれたくないので、こっちでちょっと一回行ってみようと思います。はい、これでちょっともったいないけど、ここに銀打って、銀打って、歩打っておいて、でこれで2四歩、行きたいですね。ただ銀がこう出ていっちゃうと、この銀が浮いちゃうんで、一回歩打っておくっていう、まあそういう趣向です。そういう趣旨ですね。さあこれでどうにかお許しいただけないか、お許しいただきたい。さあ歩ついてきて、ちょっと怖いんですけど、怖いんですけど、でこれで銀引いていけば飛車が、飛車先はまっすぐ通るんで、これで竜なっていって、飛車当たりになりますよっていう、ことですね。でどうする、どうする、一回これでもう一回当てとくか。でこれ飛車が逃げ場所がもう角で当ててくるぐらいしかないと思うんで、と思ったら、でもそれ浮いてますよね。銀が、銀が浮いてるんで、これはちょっと致命傷じゃないですか。お相手ただ銀だったんで、はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。対戦ありがとうございました。お疲れ様でした。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったね、知ってる、まだ君のこと、まだ知らないのに、なぜか懐かしくて。